こんにちは、奥園敏子です。今日は厚揚げけんちん汁を作りたいと思います。簡単おかずスープレシピです。けんちん汁っていうと普通はお豆腐を使って作ります。そのお豆腐を今回は厚揚げに変えてみました。厚揚げにすることでね、簡単にコクのあるスープが作れるのと、食べ応えもアップするのがいいところです。で、けんちん汁ってもういろんなお野菜を入れて作るのが一般的なんですけれども、まあいろんなお野菜準備するのもね、また大変なのでね、今回は使う野菜の数をぐっと減らして下準備が簡単にできるようにしました。ですから思い立ったらすぐにちゃちゃっと作っていいおかずになるスープが出来上がります。では今回も楽しく作っていきましょう。材料です。まず厚揚げ、今回は木綿の厚揚げがおすすめです。大根、人参、生姜、長ネギ、昆布、煮干し、調味料として塩、醤油などを使います。では大根を切っていきます。大根いちょう切りです。いちょう切りってこういう風に切るんですけれども、今回使っている大根ね、ちょっと口径が大きいので4等分にするといちょう切りが大きくなりすぎるので、今回は6等分にしていきます。こんな感じです。まずこう切って6等分なのでね、普通こうですね。そしたらね、これはね、もこのままの形で切ると切りやすいです。こんな感じです。厚さはそんなに分厚くない感じで5ミリぐらいかな。これはもう好みでいいんですけど、厚さはこんな感じです。はい、これで大根が切れました。では人参切っていきます。ちょっとヘタを取って、人参は1本入れてもいいんですけれども、ちょっと全部入れると多すぎるかなと思って今回2分の1本にしていますが、この辺はお好みで加減してください。でまたね、この2分の1本残った方は以前紹介した人参の味噌漬けとかにしてもらうとね、美味しく食べられますので、そんな風にして使い切ってください。人参もいちょう切りです。だいたいね、大根と同じぐらいの厚さに切っています。はい、これで人参も切れました。では厚揚げの下準備をしていきます。厚揚げの表面の油を取っていきます。厚揚げによってはね、すごい油がついているので、キッチンペーパーでこんな風にして吸い取ります。この表面の油だけを取ります。こんな感じです。でね、この油を取った時にね、今回ね、ちょっといいね、ギュッギュッとちょっと押さえときます。はい、こんな感じですね。そしてここからです。今回はこんな風にします。手でね、ちぎるんです。ほら、こんなことやったことあります？手で厚揚げ手でちぎるって、ほらほら、楽しい。ほら、こんな感じです。なんかちょっと悪いことしてる感じがするんですけどね、これがね、なんとも言えない、楽しい、楽しい。はい、こんな感じです。これね、なんでこんなことするかっていうとですね、けんちん汁ってね、油でね、お豆腐を炒めるんです。崩しながら油で炒めるんです。でね、その炒めることによって、あのお豆腐の水分を飛ばしながら油のコクを入れるっていうのがけんちん汁の作り方なんですけれども、そこは厚揚げを使うとね、厚揚げって油で揚げてあるから、もう炒める必要がないんですよね。これでも十分油のコクが出るのと、この中の部分はお豆腐よりも水分が飛んでるから、こうおつゆに入れた時にね、水っぽくならないんですよ。で、油のコクとここの濃い味で、この厚揚げを入れるだけで失敗でコクのある仕上がりになるというわけです。これで厚揚げの下準備ができました。ではお鍋で作っていきます。もうすでに水が入っています。で、今回のお出汁のベースは煮干しです。こういうね、お汁もね、あの鰹節でもいいけどね、煮干し入れるとね、ガツッと濃い味が入るのでね、今回煮干し使いました。もうこれ何回もやってますけれども、頭も腹綿もつけたままバサッと入れるだけですから、とっても簡単です。そしてここに昆布、この昆布はね、もうなかったら入れなくてもいいんですけれども、入れるとね、煮干しと昆布でね、旨味がぐっと美味しくなりますので、もしあったら入れてください。 1×5 センチに短冊に切ったものです。こういう風に保存しておくとね、すぐに使えて便利です。で、これを細く切って入れます。
でもこの切る時にね、昆布がバラバラに砕けてもこれ全然大丈夫です。もうこれはこのまま具として食べてしまいますのでね、この方が食べやすいかと思います。これで火をつけてだしを取っていくんですけれども、今回は具沢山の汁物なので、もうここでね一緒にね野菜も入れてしまいます。そうするとね、だしを取りつつ野菜も煮えるのでね、もう一回で済みますから、とっても楽ちんなんですね。で入れていきます。で今回はね、あの人参と大根にしましたけれども、お家にあるお野菜いろいろ何でもお好みで入れてください。で、あともう一つ、ここでね塩を入れます。ここでねちょっと塩を入れておくことでね、野菜の水分が引き出されて早く野菜が柔らかくなるのと、あと野菜の水分が外に出るのでね、このお汁がすごく美味しくなります。ここでお塩少しですけど入れておきます。そしたらここで蓋をして火にかけます。この時のポイントは、ちょっと弱めの火加減で沸騰まで持っていくっていうところが大事です。あのじわ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 っと温度を上げることでね、煮干しの旨味が外に出ます。沸騰までゆっくりと温度を上げていきます。では沸騰してきました。沸騰してきたらね、ちょっとねこの蓋の角をね開けときます。ちょっと蓋を開けることでね、沸騰しすぎないので煮干しのえぐみとか臭みとかが出にくくなります。これであと5分煮ていきます。ではだいたい5分ぐらい経ちましたので、中を見てみたいと思います。こんな感じ。だいたいね5分ぐらいでね、もうね野菜が柔らかくなってると思います。ちょっとこうで刺してみると、ほらだいたい柔らかくなっていますね。でも5分に出すことで煮干しからもいい出汁が出ています。そしたらここで厚揚げを入れます。これねもう最初から野菜と厚揚げ一緒に入れてもいいんですけれども、今回の薄切りにしたのでだいたい5分ぐらいで柔らかくなっていますけれども、野菜の切り方とか、まあ他の野菜入れた時とかはここ柔らかくなる時間がまた変わってきますのでね、そしたらあの厚揚げがどうしても煮すぎになるんですよね。厚揚げを煮すぎると、まあこのお汁が濁るのと、厚揚げの中のお豆腐の柔らかい食感がちょっとね硬くなってしまうのでね、ここは自家さで入れた方が野菜は野菜で美味しく、厚揚げは厚揚げで美味しく仕上がるかと思います。ここ最後入れます。ここはお好みなんですけれども、生姜、これ生姜入れるとねやっぱりねポカポカして美味しいので、ちょっと生姜好きなんでここ生姜入れときます。この生姜もね最初から入れてもいいんですけど、後から入れた方が生姜感があの残ります。じゃあこれちょっと一混ぜして、再びこれで火にかけてだいたい3分ぐらい煮ていきます。だいたい 2,3 分経ちましたので、中を見てみたいと思います。こんな感じ。時間差で厚揚げを入れたことでね、こんな風に綺麗に煮上がっていて、お汁の方に厚揚げの美味しさが溶け出しつつ、厚揚げ自体の美味しさもこれで保たれます。そしたら最後に仕上げです。これでほぼほぼ味は決まっているんですが、最後にお醤油で味を整えます。これはまあ味を見ながらね加減してください。そして一混ぜしたら、そしたら最後におネギです。おネギをバサッと入れて、これはお好みです。おネギはねさっと火落とすぐらいの風味が残るぐらいが美味しいかと思います。さあこれで一混ぜすれば出来上がりです。できました。砕いて入れた厚揚げが美味しさ&食べ応えアップ、野菜たっぷりで超ヘルシー、けんちん汁の概念変わる簡単めちゃうま大満足のおかずスープです。では早速食べたいと思います。いただきます。けんちん汁、具沢山でごちそう。
まずこの出汁が美味しい。このおつゆのね、煮干しがベースになってるから濃い旨味があるところにね、大根と人参の美味しさ、これがね溶け出しているしね、この厚揚げのコクですよ。この油のコクも入っているしね、お豆腐の大豆のね美味しさもこう十分溶け出していてね、このお汁がまずねものすごく深い味わい、そしてね大根と人参もすごく柔らかくなっていて、それも美味しいんですけれどもね、こう厚揚げがねちょっと砕けている感じなんやけど、こう厚みがあってね柔らかくってね、これね油揚げとはほど違うんですよね。豆腐とも違う、柔らかいやけどこう食べ応えがあってね、しっかり美味しいっていう感じです。これねもうこのままこれだけでね十分おかずになる。私ね毎朝ねお味噌汁飲んでるんですけれども、朝のお味噌汁の作り方はこの方法です。煮干しと野菜を一緒に鍋に入れて、もう火にかけて煮出すだけ。もうこれでね、あとねお味噌を入れといたらもうこれで味噌汁ができますのでね、このおつゆの作り方いろいろ応用ができますのでね、ぜひぜひ覚えてください。今回の厚揚げけんちん汁、このままでももちろん美味しいんですけれども、ちょい足しするとすれば七味唐辛子とか粉山椒をかけるのもありです。で、私のおすすめはこれです。じゃーん、ごま油。普通の作り方はお豆腐ねごま油で炒めるんですよね。でも今回は厚揚げを使ったので、その炒める工程がありません。なのでね、最後にねこのごま油を入れるとね、この風味がすごくいきます。ちょっとかけてみたいと思います。このごま油の香りがねまた入るとね、すごい美味しいです。入らへんとね、また優しくてあっさりした味なんですけどね、このねごま油が入るとね、なんかコクがアップして、これもまたね違う美味しさになりますのでね、途中でちょっと足してみるっていうのもぜひぜひやってみてください。今回は大根と人参で作りましたけれどもね、冷蔵庫にある余ってる野菜でぜひぜひいろいろ試してみてください。野菜たっぷり入ったね具だくさんのスープってね、本当に私はおすすめです。野菜不足の時でもね、これだとね手軽に野菜たっぷり食べられますしね、汁の方にね水溶性のビタミンとかミネラルが溶け出していてね、それを全部飲むことによって野菜の栄養素をね手軽にも漏れなく食べられるっていうのもいいところです。体も温まるしね、味付けの失敗もありません。そういう意味ではね、ぜひぜひ野菜たっぷりのおかずスープレパートリーに加えてみてください。そしてね、美味しく食べて明日も元気にお過ごしください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおまけ、ごま味噌けんちん汁。醤油の代わりに味噌とたっぷりのごまで仕上げました。味噌のコクとごまの香りでほっこり優しい味になる味噌味のけんちん汁もええよ。しみじみ美味しい一品です。この動画を見て作りたくなったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。